というところ。あ、どうぞどうぞ、乱入してください。まあ今回ガエル使い、チュンリ使いの方も結構見てくれてると思うので、また違ったガエル見れると思います。まあタイプ的にはまあまあコタカに近いようなまあ感じですかね、イメージ。一番関西勢の中では硬いガエルだと思いますね。実況バタヤンに変わります。どうもバタヤンです。さあ、まあ、鈴山はちょっとねやれてるのかどうかというところで不安があった。まあ、そう、こういうとこですよね。うん、まあ、先週、先々週ですか、動き見てたら、まあ、かなりいい動きしてたんで。まあ、ただ、オトチュンクラスに当たったときに、やっぱりそういう、やり込めてるかどうかっていうのは、かなり出てくると思うんで、その辺、どうでしょう。あ、この端っこも非常に丁寧ですね。さあ、やはりなかなかダメージを取りきれない、あの垂直。さあ、中足に戦列しまってるか、投げ、やはり温まってる分オトチン有利か。さあ、色変えてきた。おっと、そばっとからまとめればいいですね。さあ、こういうところの対応力の高さが、うん、鈴谷のつくらいダブル、思い切ったことしてきましたね。いや、まあ食らったらこけるんでということで。さあ、相打ち、これはまあ体力がないので、まあ本当本来ならダウンするんで、あの相打ちはあんまり美味しくないんですが、うん、そうですね、オッケーです。まあ、今のダイヤシーいいですね。さあ、食らって、さあ、うまい、今のそばっとうまいですね。そうですね、まあ、バックジャンプ中って言ってもさあ、ちょっと危ないが、ね、さあ、あの上りのっかりが、さあ、投げて戦列、まあ、出しちゃったら仕方がないですね。今の動きは、鉄平線には一度もできなかったんですが、だいたい弦で安定してたんですが、ついに戦列入れてきましたね。さあ、大志、おーた、あの中パン、ほんと強い。さあ、サマ打っていく、まあ、着地サマですね。安く済ませれる、いい裏剣。お、投げに行った。クライサマーをショーキックで防いでいく。あれやっちゃうんですよね、最速サマーと思って上に入れちゃって、タッチショーキック連続で食らっちゃって、でもためがないからって。でショーキック食らうまで待って、そっからサマーやろうかと思ったら、まあ いけるんですけど、大体ガードしてるんですよね。まあ基本的にはチュンリーはショーキックまで打ち切りでいいので、うん、まあ中足でもいいぐらいですけども、まあまあね、高田点ならね、食らって云々もできるんですが、重なってる時にはなかなかきつい選択肢ですが、それでもやはりガードはしたくない。おーっと、ビンタで落ちる。確かね、単純に投げ合いだとチュンリの方が前が若干広かったと思うんですよ。でね、タッチショーキックガード直後の位置からの投げをやると、チュンリが投げれてガイルが投げれないとかね、まあそういう感じになるんで、もう投げられ安定でいいんじゃないですかね。そうなんですかと思いますけど。え、投げられ受け身ですか。そう、きついと思うけどな。なんか傷口広げてる感が結構あるんですけどね。まあ最後のね、一発逆転という時はまあしょうがないのかなという気はしますが、あっと、今のはバックジャンプパンチしなかった。甘えを通してしまいましたね。さあ、あれが、あれがどうしようもねえ。いやいやいや、もっと低くまで引きつければ OK だ。まあただなかなか、うん、簡単じゃ。さあ、抜けて OK、ワンチャン、選びきれない。あー、まあ今着地サマーで、ちゃんとやれば出るんですが、難しいんですよね、あれ。いや、それもありますし、1回目のジャンプで触って、そこで2択かけないと。
さあケイシンさんが、タッチをキックの後はちょっとだけ歩いて投げるという感じらしいですね。まあ、その歩きのタイミングをチュンリー側は多少ずらせるので、ガイルはさらに投げ返しづらいと、ね。うん、まあ、ガイルが押すと技が出始めるんでしょうね。そしたら多分歩いてビタに投げ前に入った時に投げ返される。あーっと抜けられる、まあね、投げられる。3-0。やはり動きが読みやすいという弱点は硬いタイプにはあります。お途中はそういうところにちゃんと戦列を通してきてますね。そうですね、まあ、この間見たときはね、その最初のところでの寄ってくるところをうまく止めてたんですけどね。まあ、オトチュン側がそれで負けたんで、今度考えてきたっていうことだと思うんですよ。なるほど。さあ、ゲンで相打ち取れて、ピヨってしまう。タッチ中キックで今、中足をすかしてましたね。この触り合いのところでアドバンテージが取れないと、ガイルは相当厳しい。あっと4-0リーチ。ちょっと一方的になってきたという感じですが、まあ、鈴谷の得意の立ち回りがここでちょっと見れたらいいなって思うんですけど。さあ開幕何を選ぶか。まあやはりね、下がってソニックはバレている。鉄平戦も、うん、があるので、ガイル戦は相当仕上げてきたんだなと、ちょっと裏切りが出れない。やっぱり音中分かりますね。まあ、やっぱりね。さあこれはちょっと打つ手がないのか、鈴やん。おっとこれミスった。こっからありがたい、このミスは。なおーい、今の汚ねえだろ。いやまあまあ、でもそばっと浮いてないんでね。ニーバズカやってたら投げられなかったんですけど、まあ、今意味ないですが。まあ、気候に飛びたいですが、さあ、まあ、壊しい、ですね。うん、さあ、ちょっとこれは、まあ、もう全然引きつけられてないですね。さあ、投げに行かない。どうすればいいんだこれ。タッチキック 5-0 ストレート。